皆さん、こんにちは。ともキャットチャンネルです。今回は、スーパー三国志攻略の、第9回目になります。解説は私、ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。キネイマルにございます。以上の3人でお送りします。さて、まず最初にご報告が。うん？このシリーズ、今回で最終回となります。ちょっと、まだ半分くらいしか占領してないぞ。そうよ、まだ道半ばじゃない。ここまで、劉備最大のライバルとして物語を牽引した曹操が退場し、時代を期待された孫策が、まあ、今一つだったというか、劉備は強くなりすぎました。ああ。何はともあれ、最強軍団、劉備の波動までの道のりをご覧ください。それでは最終回、スタート。では、前回、21国を占領し、捕らえた孫策を解放したところからですね。孫策も、存在、大したことないな。いや、うちらが強すぎるんだろ。確かに、自分が強すぎるとつまらなくなりますが、これはそういうゲームですので、致し方ありません。孫策が逃げた、31国を見てみましょう。あ、余毛がいるじゃん。この年の1月に、孫策の元に馳せ参じたみたいですね。この頃の余毛は、最初から知力が上がってるんだな。最近の作品だと、イベントをこなさないと、知力が低いままですからね。あれ、余毛を見つけても、ちょっとがっかりするのよねー。193年11月になりました。今月は、劉表を追い詰めていくことにしましょう。ということで、まずは埋伏武将とコンタクトを。そういえば、埋伏させてたんだっけ。大変です。陣営は敵に寝返ってますぞ。は？こんなこともあるんだな。なんで埋伏武将が寝返ったのかな？おそらく、埋伏先の軍師と相性がいいこと。あと、霧が低いと寝返るんではないかと。陣営って、霧が低かったのか。調べたところ、炎症軍を裏切って、心配敗北の原因を作った男のようです。ダメじゃん、そんなやつ使っちゃ。こんなマイナー武将のことなんて知りませんよ。まあ、他と等しく雑魚武将だしな。それから一月進んで、193年12月、劉表の治める二重国に攻め込みます。お、早速一月飛んだぞ。出陣するのは、花公園と宝器の2名。おや？ってことは？寝返り武将を連れてきます。じゃあ、劉表も攻め滅ぼさないんだな。同じ優勢を持つ者として、攻め滅ぼすのは忍びない。降伏を促すことにしましょう。まずは夕飯。続いて教師。退却中に夕飯が捕まり、あらめげずに総中。陣営もこいつ絶走ねえな。しかし退却中に捕まったようです。どうしようもないな。最後に女性と、あとは全軍退却して終了と。結局何人連れてこれたんだ？二人捕まったので、連れてこれたのは三人ですね。それで降伏いける？まあ、なんとかなるでしょう。その後、空白国の38国に武将を移動させておきます。あ、これは、刀剣の逃げ道を塞いだのか。周りの兵士数は十分なので、これで降伏勧告に応じるはずです。そして翌月、まずは刀剣に降伏勧告を行います。よし。刀剣の様子はこんな感じ。意外に配下がいるわね。流浪の主君に付き従った、重臣たちですね。そして、劉表にも。うまくいったわね。劉表の様子はと。あれ？もう一人いなかったっけ？実は夕飯がこの後行方不明になりまして。え？それって。劉表に首をはねられたのではないかと。あらー、なぜか陣営は許されてるのにな。陣営、お前まさか夕飯を犠牲に。年が変わりましたので、新たな在野武将が登場するはずです。19国で人材を捜索します。お、宝刀じゃないか。宝数とも言われる、知力98の軍師、宝刀を手に入れました。じゃあ、諸葛亮も？残念ながら、諸葛亮はまだ登場しません。なんだ。
随分もったいつけるよな。シナリオ1だと、どうしても諸葛亮登場までの、この時間がもどかしくて仕方ありませんね。そして、22国から23国に攻め込みまして、約束通り、七。そして大衆の口外を寝返らせ、我が軍の勝利です。口外、寝返っちゃうんだ。ちょっとイメージがな。この当時は、どんな武将も特別扱いはなしですからね。どんなに義理がたくとも、例外はありません。現在の状況はこんな感じ。次のターゲットは、12国か31国だな。前線が4カ国に絞られたので、より一層はかどりますね。ここで、孫策の様子を覗いてみます。あ、周瑜だ。この年の1月に、孫策の元へ合流したようですね。いいなぁ、孫策。劉備にはいないのか？いるにはいるんですが、登場年が遅いんですよね。果たしてそれまで持つかどうか。では、21国から、孫策領、31国へ出陣します。もう行っちゃうの？優秀な我が軍師団がゴーサインを出しました。じゃあ、そういうことなんだな。一騎打ちに流行る武将もおらず、静かな立ち上がり。いつもの寝返り指示は、上半から。いつも通りだねー。上半は退却時に捕まってしまいますが、まあ想定内。そして、周遊も。ああ。余毛も、寝返り。上衛も寝返り予定なのですが、周遊に突撃を敢行し、お互いに大ダメージ。おっと、これはいけない。そしてやっと、上衛寝返りです。孫策を取り囲み、一斉攻撃。もうこれは勝負あったな。そう思っていた8日目。お？なんと長英がまたまた寝返り。義理が低い武将なのか？調べてみたところ、長英の義理は55と、それほど低いわけではありませんでした。おそらく、寝返った後の忠誠の低さも関係しているのではないかと。油断禁物だねー。長英の妨害を受けながらも、12日目。孫策も粘るな。しかし、奮闘もここまで。軍主の孫策を捕らえ、我が軍の勝利です。手を焼いた長英も、一応敗下に。惜しいな。しかし、敗下にならないのなら仕方ありません。残念だな。せめて、彼の優秀な配下たちは、我々が有効活用して差し上げましょう。ぬすっと武々しいぞ。3月になりました。ここで、本国を重国、洛陽に移そうと思います。へえ、それってなんかメリットあるの？ないですよ。ないんかい。でも、この時代なら、洛陽に京構えたいというのが人情というもの。日本の戦国時代なら、京都に上洛して、日の元を支配する、みたいなことか？そのようなものだと思っていただければ。はい、戦闘完了。別に変わったところはないけど、まあ、気分の問題だろ。では、軍師宝刀の最初の進言を聞いてみましょう。作詞、作に溺れると申します。自信過剰は怪我のもとになりましょう。おっしゃる通りでございます。いい助言が聞けてよかったな。まあ、そういうことにしておきましょうか。先月は戦闘したので契約をかけれませんでしたが、今月はバッチリ。ということで、東卓領12国に攻め込みます。メンバーは、長領、長江、周泰、文平、公孫さんで。こっちのメンバーは、1.5 軍なんだよね。まあ、董卓ごとき、これで十分でしょう。長江とかも、不安なんだけどな。信用度100の優備ですよ。そうそう裏切ったりはしないでしょう。さて、一騎打ちですが、公孫さんあたりにやらせてみましょう。範疇が受けたぞ。あれ？これ大丈夫なの？もちろん大丈夫です。
これ、手を抜いて戦ってないか？はい、八百長です。ああ。範疇は寝返る手はずになっているので、一騎打ちも、敵レースということになってます。なるほどな。では、手はず通りに。前副武将の、徒衆も。さて、あとは周りを取り囲んでしまえば。と、思っていたら、その前に董卓が逃げ出したようですね。やけにあっさり引き下がったわね。我が軍の前に恐れをなしたか。後で手ひどいしっぺ返しを食らうパターンだな。それより、加賀の医学書が手に入りましたよ。これはどういうアイテムなの？病気や怪我が、必ず1ヶ月で治るというもの。ほほう。地味に強力なアイテムですよ。戦争で捕まえた武将なんかが、なかなか回復しないこともあるもんな。さて、ついに董卓を追い詰めましたよ。翌月、董卓のこもる、29国に出陣します。メンバーは、加工順、加工園、周宗、学習、放棄の5名。ここ、ちょっと人がいないな。あらかじめ、他から回せてたらよかったんですが、ちょっと進行スピードが速すぎて、その余裕もなかったんですよね。人材も現地調達になってるな。契約も欠けてるし、まあ、問題ないでしょう。加工園に立ち向かう者はいなかったようですね。武力100だしな。さて、妙にやる気を出している董卓軍ですが、兵糧が少ないんだ。構わずサクッと寝返りを決めていきますよ。当便も寝返ったか。その後、隠し助衛と寝返らせ、董卓を丸裸に。これはもう、勝負あったかなと思っていた時期が私にもありました。この、董卓のこもっている城が、やたらと攻めにくい。確かに。向こう側まで回り込むのに、時間かかるわね。そもそも、城に取り付けるのが4箇所しかないぞ。あと、怖いのは家系です。奥まで入り込んだところに火をかけられると、逃げ場がなくなります。ああ、なんていやらしい地形。ここは寒中と呼ばれる地。かつて漢の高祖、雄峰が、この地を足がかりとし、天界と飛躍していった場所であり、漢の国号の由来でもあります。あ、そうなんだ。それでこんなに守りが堅牢なのか？三国定律シナリオだと、魏の大軍を、蜀がここで食い止めないといけないので、守りを固くしているのかもしれません。なるほどな。と言いつつも、なんとか城に取り付きましたよ。董卓、意外に守りが固いんだよな。武力90ですしね。武装度100ならしぶといですよ。あ、やられた。これは、ちょっとまずいか。むむ。周宗が火に巻かれてピンチだぞ。逃げ場がない。まだ持ちこたえられますが、大事を取って退却しておきましょう。そして22日目。あと一息です。こっちの被害も大きいわね。まさかここまで手こずるとは。何にせよ、董卓を捕らえ、我が軍の勝利です。いやー、董卓くん。随分手こずらせてくれましたねー。どっちが悪役かな？成敗。董卓も、ここまでよく生き延びたねー。三国志、最大の悪役も、ついに最後か。しかし、彼は本当に悪役非道な男だったのでしょうか？え？でも、確か、正史にもそう書いてあるって。三国志正史は、元は陳寿の書いた史的な資料です。そして陳寿は、お前の祖先のことをよく書いて欲しかったら金を出せ、と言って、三国時代の武将の子孫にたかっていたらしい、かなり難ありの人物だったようですよ。え？そうなの？果たして、そのような人物の書いたものが、正確なのかどうか。そうなると、ちょっと、まあ、すべては歴史の闇の中。194年6月、残る敵勢力はあと3つ。何気に有用がまだ残ってるのがすごいな。しぶといわね。宝刀の助言を聞いておこう。良い鳥は樹木を、良い家来は主人を選ぶものです。宝刀、まさかお主。権力者は、誰しも疑り深くなっていくのよねー。
さて、こちらは馬頭領、13国。次は馬頭か。馬頭の忠誠下がってない？すでに契約は進めています。馬頭も災難だな。五個将軍を手に入れるためには致し方なし。では、馬頭領、13国に攻め込みます。メンバーは、長領、長公、周隊の3名。少ないけど、十分なんだろうな。一騎打ちは回避し、まずは定員を寝返り、二ターン目に、馬頭寝返りで、決着。退却する長身を捉えたようですね。ということで、我が軍の勝利です。いつもながら、あっさりしたもんだな。まあ、こんなもんですよ。長身と、出撃していなかった光線、陣乱を配下に加えました。いやー、もうこんなに領土が広がったんだねー。もう完全に終盤だな。さて、馬頭は仲間にしたわけですが、五個将軍とするにはあと一人。甲冑か。いえ、甲冑はもうしばらく登場しませんので。代打で義援ということで。義援か。いや、義援もいい武将だと思うんですけどね。しかし、彼には反骨の層が。そんなこと言わずに、彼を使いこなしてこその優美じゃないですか。そこはかとなく不安。翌月、遊園領、32国を偵察しますと。あ、こんなところに官吏が。孫策軍にいなかったから、どこへ行ったのかと思ってましたが、こんなところに流れてきてたんですね。あと、何気に理解が知力90もある。彼は、この頃が一番知力が高かったんじゃないでしょうか。そして、さらに翌月、準備が整ったので、32国に攻め込みます。出陣メンバーは、関羽、余毛の2名のみ。長子とか連れてってあげればいいのに。勝手に一騎打ちする脳筋は、今回邪魔なだけなので、知性派の余毛だけ、連れていきます。俺は長子を応援してるぞ。関羽、余毛を配置して、いつもの寝返り準備を。と思ったら。ほら、だから長子を連れてこないと。しょうがないので、余毛を出しておきましょう。演出は少しカットしまして。普通なら、ちょっと勝ち目がないとこだけど。すぐわかる、この八百長具合。関連も、そんなに張り切らなくてよかったんですけどね。ともかく、関連を寝返り。残りの武将も、後輩以外寝返りで。いつもながらのあっさり味。総大将の妖怪寝返りにより、我が軍の勝利です。お、アイテムだ。玉林の剣ですね。前回のこともありますし、今度は武力80代の武将にあげてみましょうか。それがいいんじゃない？ということで、周隊にあげることにします。8上がったか。ということで、武力93となりました。まあまあかな？欲を言えばもう少し上がって欲しかったですが、まあこんなものでしょう。翌月、遊園軍の本拠地を覗いてみますと。なかなかの王女隊。力蓄えてんな。さすがに多すぎるので、遊兵軍の時のように、少々間引いておくことにします。長将を引き抜きか。軍師がいると、契約の成功率が下がるので、真っ先に引き抜いておきましょう。そして忘れちゃ困る、第三の生き残り。遊兵を倒すため、出陣します。あ、忘れてた。降伏させなくていいのか？正直、空白国が多くて、逃げ道を塞ぐのが大変なんです。戦場で捕まえて切る、という方針で。急に過激になったな。もういいでしょう。彼は十分生き延びました。というか、遊兵の能力値が低いからじゃないの？まあ、そうとも言います。哀れだ。お？なかなかいい音楽だな。甲州や領州での戦闘 BGM ですね。なかなかのレアものです。官僚が一騎打ちを申し込み、さらに敵兵を減らします。なんとか遊兵を包囲して、捕まえたいところですが。接触する前に遊兵が撤退。まんまと逃げられました。逃げ足早いな。さすが、ここまで生き残ってきただけのことはあるわね。
彼との勝負は、一時お預けですね。そして時は195年1月。随分飛んだぞ。関平が成人し、配下に加わりました。さらに、天満も。さらに、龍騎も配下に。おお、続々配下に。195年は人材豊作の年でして、在野にも優秀な人材が出現しています。じゃあ、そいつらを登用していこうか。早速人材を捜索。おお、助教じゃないか。この年の出現だったんだな。助教を登用し、さらに捜索。諸葛金だ。こんなところにいたんだな。助手の出身ですが、都で学問に励んでいたようですね。諸葛金登用の後、さらに捜索。おお、芝居。芝居もこの時期に出現してたんだね。彼ほどの人物でも、頭角を現すまでに、かなりの時間がかかっています。それだけ、曹操軍の人材の厚みがすごかったということでしょう。その後、24国にて、長久を発見。また、九国では、漁長発見しました。本当に豊作だねー。八国でも、浮金を発見。この頃の浮金は、いまいちの能力。六国では、官僚を発見。あれ？随分遅くない？劉備の旗揚げの頃からの仲間だったようですが、ちょっと影が薄かったか。官の調子に比べればな。そして3月。移動中の有用を発見。これは捕まえないと。もちろん捕らえるで。残念ながら逃げられてしまいました。さすがの逃げ足だな。この月、24国にて長江を発見。まだ埋もれた人材がいたか。続けて、長江も発見しました。ほんと大豊作だね。そして4月、いい加減、有用をなんとかしたいということで、34国に出陣します。また逃げられんじゃないの？地の果てまでも追いますよ。大子は。さあ、いい加減諦めなさい。お前はもう、包囲されている。さすがにこれなら。あ。ぐぬぬ。やつめ、どうやってあの包囲網を。名馬でも持ってんじゃないの？まさかそんな。いや、しかし。そして、195年10月。お、半年飛んだ。馬頭と決着をつけるため、14国に攻め込みます。出陣メンバーは、長領、馬長、周隊、助行、長行の5名。こっちもついに一軍メンバーだね。どうせ契約もかけてあるだろうし、問題なさそうだな。もちろんです。盤石ですよ、盤石。部隊を配置して。お、向こうから一騎打ちに出てきた。助行が受けたぞ。いや、なぜ助行？まあ、そこは馬長だよな。馬長にかっこよく決めてもらおうと思って、報徳には契約かけてないんですから。これは微妙な展開になってきたぞ。頼むぞ、助行。おっと、これは？引き分けです。新人のくせに、シャシャってきてそれとは。まあ、手柄を焦ったんだろうけど。ともかく、いつも通り、寝返りを決めていきますよ。まずは馬体。そして馬鉄。はぁ？長江が寝返った。だから長江には気をつけろとあれほど。マリサさんだって、問題ないって言ってたじゃないですか。いや、その前に私はちゃんと注意した。もう、そんなことはいいから。どうすんの？とりあえず、埋伏している李方を寝返らせておいて。もう一度、長江を寝返らせましょう。そんなにうまくいくかな？
金を積めば彼なら。おお、本当に寝返りやがった。どの面下げてって感じだけど。とりあえず、勝利のためには奴の兵力も必要です。全員で馬頭を包囲するのです。そして10日目。馬頭の軍資金が減ってるところを見ると、まだ寝返り工作をしてるみたいだぞ。なーに、資金力ならこっちが上です。札束で顔を引っ叩いてやりましょう。ひどい戦いだ。12日目になりました。ひどい泥仕合だった。まさか、信用度100、魅力100にした劉備を、裏切る者が出ようとは。これでダメなら、長江はもう使えませんね。義援なんかも、やめといた方がいいだろうな。もう、こうなっては致し方ありません。翌月、報徳を引き抜きです。もう、身も蓋もないな。馬厩は血縁で引き抜けないので、隣の13国から兵士を移動させまして。翌月、馬頭に降伏の使者を送ります。まあ、息子たちも敵方についちゃったし、馬頭としては寂しいよな。馬頭の様子を見てみましょう。馬頭って、武力95もあったんだ。降伏させられる軍師としては、飛び抜けて優秀ですね。年が明け、196年になりました。いよいよですよ。やっとだな。え？何が？やけに時間かけるなぁと思ってたんだよ。何のことだってばよ。この年になって、ようやく諸葛は？馬頭が裏切った。おのれ、馬頭。いや、遊園。輸送中の部隊を発見したぞ。どうすと思うか。物資は全て奪うで。当然だな。あのウェボレイ。こっちが手加減してやってるっていうのに。まあ落ち着けって。ふう、ふう。私としたことが、取り乱しました。現在の馬頭の様子は、忠誠低いな。もう一度引き抜けばいいだけの話でしたね。ということで、はい、これで解決。まあ、そうなるよね。それから、めんどくさい流用ですが、逃げ足だけは天下一品よね。これ以上逃げられてもなんなんで、降伏させることにします。その方がいいか。35国と41国を塞ぎ、来月を待ちます。そして16国人材を捜索させます。おお、諸葛亮来たー。随分待たせやがったな。それでも、後のシリーズよりは早く登場するんですけどね。登用するなら、当然、3個の例だよね。劉備はここにはいませんし、手紙で十分です。はい、成功。まあ、味気ないといえば味気ないけどな。そのせいか、後の作品だと、いろいろイベントが発生するようになりましたけどね。では、2月になりましたので、有用に降伏の使者を。まったく、手を焼かせてくれたものです。なんだかんだで、生き延びちまったよ。王老といい、弱小君主はしぶといねー。いつの間にか、配下を得てるし。4月になりました。やっと諸葛亮が本国に到着。カーラーの、軍師就任です。長かったねー。待ちくたびれたぜ。その的中率 100% の助言で契約をかけまくり。時は196年6月。劉燕との決着をつけるべく、33国、成都へと進軍します。今回出陣するのは、関羽、張飛、太子寺、関寧、火雄の5名。精鋭部隊だな。さあ、勝利を我が手に。部隊を配置すると、早速張飛が飛び出しました。景気づけに、頼むぞ張飛。張人がこれに応じます。さあ、両者睨み合いから。一気に駆け寄る。10号ほど打ち合うが、勝負つかず。いや、明らかに青鳥だろ。関係者席から、何やらヤジが飛んでまいりましたが、気にせず参りましょう。
さあ、澄み渡るような青空の下、絶好の戦日和となりました。運動会か。それでは寝返り工作をしていきましょう。まずは超人です。先ほど、上司と名勝負を演じた超人が、まさかの寝返り。まさかとか言うなよ。続けて玄関寝返り。そして、埋伏していた俯瞰も手はず通り。続いて4位。最後は、ご覧、遊園の配下は、一人残らず寝返ってしまいました。さすがに遊園がかわいそうになってくるわね。この下膨れに目をつけられたのが運の尽きだな。失敬な。まあ、三国志通の終盤はこんなものですよ。あれだけの軍師を揃えちゃうとな。それでも全員を寝返らせるよう工作するのに、20人くらいで2ヶ月かかってますからね。それだけ準備をすれば、こういう風にもなるか。おっと、取り囲む前に、遊園退却。我が軍の勝利です。あの兵力差じゃね。おお、また美女が戦利品に。不要姫ですね。ここまで来ると、誰にあげても変わらないんですが。まあ、重量でしょうかね。妥当なところだな。今回、一つ残念だったことは、スーパーアイテムが出なかったことです。スーパーアイテム？通常のアイテムより、はるかに強力な効果を持ちます。へえ、例えば？例えば、成功の剣。こちら、軍種の武力が100になり、すべての隊種の武力が上昇します。うわ、めっちゃ強力じゃん。でも、非常にレアで、一度のゲームでは出現しないことも普通なのだとか。一度、お目にかかってみたかったな。今月の命令を終了し、翌月を待ちます。30国にいたのは、息子の優勝だけか。そうですね。まあ、幸福を促すことにいたしましょう。では、孔明先生の、最後のお言葉をどうぞ。馬車のご乗、白尾もっともよし。ありがとうございました。なんのこっちゃ。では、遊園に幸福の使者を送ることにしましょう。いよいよ最後か。使者は諸葛亮で。無益な血を流さずに済むことでしょう。おお。って、あれ？終わりじゃないの？空白国も全部取らないとダメなんですよ。あ、そっか。ということで、翌月にならないといけないんだっけ？そこは公営ゲーム、お決まりのパターンですね。最後は、親の顔より見たもうかい。そして、ついに、中国全土を統一しました。めでたしめでたし。ということで、スーパー三国志2、完結でございます。いやー、結構長かったねー。最後はいつものように駆け足になったけど、録画時間は長かったよな。過去最長です。それでも最後、ダイジェストにせざるを得ないというのが、この手のゲームの辛いところ。最後は作業になっちゃうもんねー。塗り絵していくだけだもんな。光栄の歴史シミュレーションゲームは、敷居が高いと言われますが、この頃のものは、意外と複雑ではなく、初心者さんにもおすすめできる内容だと思います。漫画などで三国志に興味を持った人は、気軽に始めてみてもいいんじゃないかな。このスーファミ版でもいいし、スマホ版もあるしね。お気に入りの武将を活躍させて、天下統一を目指してください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。別の動画で、またお会いしましょう。それじゃあ、皆さん。またねー。